バイオハザード RE2、前回の続きからプレイしていきましょう。G 第3形態になるのかな？あれを倒して、戻ってまいりました。シェリー、大丈夫か？シェリー。あ、治ってる。よかった。ママを助けて。アネット。シェリー、具合はどう？大丈夫。ママこそ苦しそう。ママ大丈夫。そのモニターを見せて。よかった。シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、ええ、G ウイルスは消えてるわ。今の聞いた？ママどうしたの？あいつに襲われて。私なら心配ない。娘を連れて行って。お願い。ごめんね、シェリー。一人にして、あなただけは助かった。ママを置いていけない。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。どうなってるの？自爆装置が作動したの。Gウイルスの漏洩を防ぐために。お願い、娘を助けて。いや、シェリー、ママにさよならして。ザファイアくん、さよならして。ねえシェリー、ママはね、あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。それが母親の望みだからね。クリアがいてくれてよかった。行くぞ、時間がない。そうでしょう、後でしましょう。急がないと。早く。最後の最後で母親らしくなるんだもんな。で、ちょっとだけあれですね、あの収録のあれがミスってて、なんか四隅ちょっと切れてましたね、さっきね。すいません。行こう。これを入れて。マスターだね。歩けそう。なぜこれを先に渡さなかったのか。せかしたくはないけど、行かなきゃ。急ごう。自己破壊ってな。なかなかのこと言ってくれるな。よし。OK。行こう。シャリー、大丈夫？来てるな。行こう。さあ、急ぎましょう。急ごう。ん？押せないぞ。あ、勝手に行く？勝手に行くんだってこれ。大丈夫か？いつでも俺は撃てるからな。任せろ。どうした？気になるか？燃えてるね。あれね。気になるね。行こうね。あの、クレア。どうした？何？親切にしてくれてありがとう。助けてくれた。そら小さい女の子がね、困ってたら。私もあなたに会えてよかった。でも俺を言うならここを出てくれ。そうだね、なんか死ぬ前の挨拶みたいになってるからね。やめようね、そういうのね。よし、ここでレオンに挨拶あるかな。
よしよし、何がドゥ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 って言ってんの。あ、何これ、ナイフいる今から使うナイフとか。モニターすまんだ、なんかあんじゃん。ごめん、ちょっとごめんな。あれ、レオンに挨拶とかないのこれ。あ、これは取り逃しちゃダメだ。ごめんね、行こうね。よしよし、これでもうないな。で、ここにセーブポイントか。あ、爆発してるよ。えらいことなってる。ちょっと待ってね。いらないかな。ナイフはさすがにな、いらないと思うんだけど。で、そうだな、どれを。グリーンハーブがいっぱいあるんだけどな。ガンパウダーも使えないしな。ちょっと1個。わかんないけど。これいる？これ。これいらないな。預けよう。これでいこうか。こっちの方が、あれかな？有用かな？おいで。おいで。俺押してないよ、これ。あ、今からでいいんですか？すいません。すいません、ありがとうございます。ちょ、抜いてくれ。ここなんかあるな。これは調合。OK。よし。逃げるも何も。あ、ちょっと待って。お前何勝手に言ってんだ。あ、でもこれでも。逃げてっつってんのに、お前、あ、なんで先に行くんだよ。ジャリー、お前ふざけてんのか。ちょっと待って。葉っぱ取っとくか。行くぞ、ジャリー。ここでも、あれだよね。前は、追われたよね。確かここで追われたと思うんだけど。出てくるかな。あ、このドアなんで開かないのよ。知らん。ちょっと待って。え、何？シェリー、何を。え、危なくない？そこ行く。あ、何さあ、くね、あんたたち。ちょっと待って。あ、でもこれでいけるんだ。もったいないかな。もったいない気もするけど。開けた？まだか？なるべく早くしてくれ。ちょっとめんどくさいな、さすがに。やばい。あ、でかした。よし、行くぞ。すごいわ、セリ。うん、ナイス。でも今回は終われないんだね。あ？これで倒せてんの？大丈夫か？シェリー、来れてる？シェリー？大丈夫？あ、そうなの？偉いね。よし。着いたぞ。着いたけど、ちょっと待てよ。よしよしよし。あれってどれ？あれってどれ？でもなんかアイテムがありそうだよ、ここ。ちょっと待って。なんかないか、これ。ここ。ありそうな雰囲気なの。この電車はどうやって使うんだい？これこっちかい？ここか。ん？おお！マジで？今くれんのそれ。え？え、持ってない。そんな持ってないよ。え、何それ、知らないよ俺。なんかあるかこれ、ここに。ん？あ、これか。ジョイントブラグ2個いるんだよな。ちょっと待って、シェリー待っててね。ちょっと焦ると思うけど。てかボス戦もあるんだろどうせ。そう考えるとさ。え、間に合うかこれ。
2つ開けてジョイントプラグを挿して、ちょっと待って、2つ、ちょっと待って、預けて、待ってね、全部このミニガンのせいだからね。そうか、ミニガンを拾わなければいけてたんだな。そう考えるとあれだな。なんと邪魔。え？列車を動かさないと。うん。あなたはここにいて。いい？わかった。ここで待ってるね。え、ちょっとそれはボス戦の。気をつけて。大丈夫よ。大丈夫よ。私にはミニガンがあるの。何でも来なさいよ。あたい負けないからね。よし。ジョイントプラグでかすぎだろ。よし、引っ張ってちょ。なんとか動いたみたい。よし、これでいけそうね。ん？あ、ここで。レオン、あなたなの？ああ、だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな。脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ、よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。レオ、レオ。もう、何なの？それ誰に対して切れてる？その間すまないのラッキーだね。ちょっと待ってね。あ、え？弾。やべえ。やべえ、置いてきたよ、弾。ジョイントプラグのせいじゃねえか。おら。目玉に当てればいいんだな。おお。よし。弱点がもろ見えだぜ。おお、近い。倒しきれよ。やばい。ちょっと待って。ああ。コンティニューしよう。どっからだい？近接は非常に危険だ。剣道じゃねえ。てかミニガン使用前提なんだな、これな。よし、スキップ。ここで拾えばいいんだな、これ。弾、そうか、そういうことか。本当だよな、娘を狙いすぎなんだよ。よしよしよし、いいぞ。やばい、ちょっと待って。よしよし、いいぞ。待ってくれた。チャンスに感謝。あ、どこ行った。よし。あ、何してんだ。向こう側か。上に、下に、上に、下に、上に、下に、下にいた。やばい。ゴリ押しにも程があるのではないですか。あんねえな、これ。うわっ。やばい。よしよくない、全然よくない。ちょっと待って、ストップ。よし、やばい、いいぞ。
お、倒したか。やったか。やばい、逃げろ逃げろ。ちょっと弾なくなったんだけど。ちょっと待って、右側の弾がもうないんだけど。よし、倒した。終わったか。でも俺の知ってる G は人間の形じゃないやつがまだいるんだよな。アイテムボックスをくれないか。クレア、大丈夫か。大丈夫よ、今のところはな。出発しましょう。逃げよう。下っていうか後ろに下いなかったのさっき。大丈夫なの。出発します。なんか落としない。これもう、これ終わりかな。ここであれでしょ、レオンが乗り込んで来てるよね。このスピードじゃなかったもんな。もう乗ってるんじゃないの、レオン。やったな、シェリー。ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ。シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。まあ、下水通ってたもんな。おお、レオン。レオン、よかった、無事で。大丈夫だって言ったろ。そうね。この子は？彼女はシェリーよ。よろしく。なんだ？Gか。わからない。シェリーお願い、見てくる。すごいな、女の子一人に行かせるんだよ。いや、俺が見てこようとかじゃないんだ、レオン君。あ、セーブがある。死。おっと、まだ終わらない様相だ。じゃあセーブしよう。オッケー、セーブができて。とりあえず物が欲しい。これ弾が欲しいんだけどな。ガンパウダーか。ガンパウダーいらないな。いや、もしかしたら、いや、ちょっと待って、焼夷弾、硫酸弾、これ一回持っとく。一回持っといて。何がある、それ。ナイフはいらないでしょ。どこで使うんだよ。ガンパウダー台がある。そんなにあれか、ハンドガンを使わしたいのか。え、組み合わせ、ハンドガンっていうか、ハンドガンか。そうか、ハンドガンか。いらねえな。ちょっと待って、あ、でもこれハンドガンが使えるんか。いいや、持っとこ持っとこ。オッケー。ちょっと待って、リロードしとこう。ミニガンの、あ、ミニガン持ってきても意味ねえや。弾ねえんだよ。え？マジかよ。うわ、こんなんじゃなかったろ、昔。ちょっと待って、ちょっと待って。炎で燃やした方が効くかな、これ。ちょっと待って。え、戻れねえし。あ、もう、なんでまだ生きてるのよ。ちょっと待って、目玉出さないと多分効かないだろう。あ、ここ、あ、効くなこれ。
よし、早く早く移動しろ、早く。よし、倒した。なんか持ってないかお前。切り離すぞ。あ、そんな酷なことする？クレア早く。あ、くそ、ナイフ拾っとけばあそこで刺せたのに。ナイフはいらなかったな。これは俺たちもヤバいな。シェリーが一番勇敢そうな感じなんだけど。なんじゃない。出会ったばかりだ。昨夜ね。長い一日だったな。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て、乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。じゃあ、終わったの？わからない。もしダメでも、何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。3人一緒なら、大丈夫だ。行こう。ねえ、私を養子にして。養子に？子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム？ペットが欲しかったけどママが嫌がって。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。なんか洋画って感じの割り方だったね。でもさ、これ先を知ってるから辛いんだよね。このままさ、養子になって幸せに暮らすっていうのが思うじゃん。でもこっから何年間か忘れたけど、アメリカに幽閉されるっていうか、あの、まあ、G ウイルス一回肺を投与されてるから、まあ、保護観察みたいな感じで合衆国に囚われるんだよね、シェリーが。それは確かバイオハザード6で語られるんだけど、それを考えるとね、それもあってレオンがね、最終的に、合衆国のエージェントになったり、クレアはなんだっけ、 NGO だっけ、なんか団体に入るんだよね。確かこの3ヶ月後の話がコードベロニカ、バイオハザードコードベロニカにて語られるんで、またねそのうちできたらいいなって思いますね。しかし本当に楽しかったね。なんかまあ言うてリメイクだし、まあそれなりかなって思ってたんだけど、思ってた以上、本当に思ってた以上だったね。なんだろう、スタンダードだから簡単に行くってわけでもないし、死ぬ時は死ぬっていう、なんか程よい緊張感があって、本当に面白いゲームでした。ぜひね、プレイステーション4、Xbox でも出てるのかな？ Xbox、PC、どれかあれば、ぜひぜひプレイしてみてほしいなと思いますね。で、同じラクーンシティが舞台のバイオハザード3も
リメイクとか出るのかな。出たら今以上にえぐい感じになりそうだよね。確かね、バイオハザード3はね、追跡者がドアぶっ壊して追いかけてきたりね、そういうのがちょくちょくあったんでね、それを考えると、まあ、今作のタイラント以上に厄介な存在になるんじゃないかなって思いますよね。また3のリメイク、もしくは8が出た時にね、こうやって動画っていう形式でやりたいなと思います。さてどうしようかな、もうちょっと尺あるけどね。それにしてもなんか衣装変えるんとかも、レオンでも見せられたらよかったんだけどね。クレアの時だけちょっとおしゃれ魔女みたいな感じでコロコロ変えた感じですけど、98年バージョンの衣装とかもね、まあ、自分は持ってないんですけど、プレイステーション3の、3じゃない、4の、なんだっけな、カード、金券みたいなカードあるじゃないですか。あれを買うと手に入るとかね、いろいろあるみたいなんで、ぜひね、そういうのでも遊んでみてほしいなと思います。で、今後なんですけど、ザ・ゴースト・サバイバーとかね、ザ・トーフ・サバイバーとか、ザ・フォース・サバイバーとか、まだいろいろあるんですよね。ハンクが、出てくる、ザ・フォース・サバイバー。トーフが出てくる、ザ・トーフ・サバイバー。ザ・ゴースト・サバイバーが、剣道、ガンショップのオーナーが生存していた場合、あと、市長の娘、所長に剥製にされかけてたあの子が生きていた場合、あともう一つが何だったかな、誰だっけ、まあ誰かしらが生きてた場合、あれか、マーヴィンか、マーヴィンが生きてた場合の3パターンあるみたいなんで、それもね楽しんでいきたいなと思っております。もう少しね、まあその5つですから、まあ5パートぐらいになるかもしれませんが、もうちょっとだけお付き合いいただければと思います。スキップしましょうか。セーブ回数がえらい多い子って4時間もかかったんだ。これ確かね、 S プラスがセーブ回数3回でトータルが2時間半とかだったかな。無理だよねどうやったらできるんだよ。はい、ということでバイオハザード RE2 本編はこれでおしまいとなっております。で、まあなんかいっぱい出てきましたけど、エクストラにこれね、ザ・フォース・サバイバー、これをね次回やっていこうと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。